ナミさん、事件ですですね。ダイダルス立ち上がらずということで、やっぱり不安になりますよね。私ね、このカルダノ専用のパソコンを持っていてもいいかなとかも思うんですよ。まあでもなかなかそうはいかないですよね。どうなんですかね。でもそういうふうなことをやってる方もいるんですかね。私もね、なんかその複数台パソコンを稼働させてはいるんですけども、どういうふうにするかこれからも考えていかないといけないなと思ってますね。まあところでね、ナミさん、カルダノのことはさておいてですね、最近動画更新をする方が結構増えてきたのと同時に、今まで動画更新をしてる方がやめていくっていう、なんかその波が来てるみたいなんですよ。なんかね、年末に向けて新しいことをやろうかなとかね、来年のために何かを考えた時に、やめることと始めることとが入れ替わる時期なのかもしれないですね。でも肝心なのは、結局は結果が出るまでその道を行くってことなのかなと思います。やることを乗り換えるのももちろん大事なんですけども、なんですかね、継続できそうなことを始めていくことと、継続できるような工夫をしていけば継続できるわけですから、そしてほとんどのことはこう経験時間とかで測れるところがあるのかなと。もちろんこれはインターネットのことだけじゃなくてね、なんかお掃除を毎日してると、お掃除毎日5年間10年間やってる人やっぱ得意になってくるし、段取りも良くなってきますしね。料理を作る人も1年作ってる人と5年10年作ってる人全然変わってくると思いますよね。だからね、昔から言うんですけども、若い娘の作る料理にうまいものはないと。最近は男性もね、料理をするんですけど、私も毎日ね、自炊をしてるんですけども、いまだにですよ、一人暮らしが長かったもんでね、20歳過ぎて一人暮らし始めて、40までずっと一人暮らしでしたんで、料理は上手になりますしね、家事、育児、まあ、育児は最近ですけども、家事、掃除、洗濯、買い物、すごく上手になりました。で、私まあ、潰れちゃったんですけども、飲食店も思ってたんですけども、やっぱりね、人に指導できるほどのお料理とか、お掃除とか、片付けとか整理整頓とかね、まあそういうのも一定レベルあるんだろうなと思うんですよ。あんまりいい気にならないようにはしようと思うんですけども、で、複数店舗持ってきたことを考えたら、今、一つの家庭の本当に限られたスペースですからね、店舗のそのお客さんをお迎えするスペースっていうのは、ホールっていうのはでかいですから、それこそね、40席とか60席とかあったわけですから、その空間のケアとか掃除とかっていうのを考えると、今ね、本当に8畳6畳の2間ぐらいを見ていけばいいんでね、やっぱ楽だなと思いますね。楽だなと思う反面、やっぱり店舗の運営ってのは大変なんだなとか思うところもあってね。私の場合は店を潰した方なんで偉そうなことは言えませんけども、まあ、家庭は潰さないようにね、家事掃除育児洗濯これからも続けていこうかなと思ってます。もちろんしっかりと稼いでね。まあそんなことですかね。はい、じゃあありがとうございました。すいません、動画更新ができないということなんで、私の方から一方的に動画の方はね送らさせていただきました。単なる夜中の雑談でございます。じゃあいってらっしゃい。